100万馬力混合ヒーロー X、 ここに見参。行け流星人、町の平和を取り戻すんじゃ。飛行士の小型魔獣じゃ。腕に輝く閃光キャノンで蹴散らせ。悪な魔獣バルゾメ、俺と混合ヒーロー X がいる限りお前の好きにはさせん。ダイヤコンボアタック避けてみせる。混合ヒーロー X は魔獣バルゾーを打ち倒した。正義のヒーローによって町に住む人々の平和は再び守られたのだ。タレサ、エドが揃いました。なになに、久々の依頼だって？そうよ、坊やたち。しかもやたら気前のいいお客さんのね。ああ、本家はネオ国際連合武装軍、通称 UNF からの依頼だ。かつ彼女が今回の捜索対象、アイラ・タニア・キルナ・チュウイだ。本家におけるコードネームは A とする。おほー、綺麗なお姉さんっすね。A が UNF と最後に連絡を取ったのは火星植民ジオルクス112番行動の付近ということだけ分かっている。現時点の情報からこの112番行動、もしくは近辺の居住区域に潜伏している可能性が高い。今回は A の捜索と確保、そして中継ステーションへの護送までが我々の任務だ。俺たちのような民間軍事会社に依頼するってことはただの人探しじゃないってことだろうな。ああ、 UNF からの報告によると行動内で散発的に銃撃戦が発生している。ただの治安騒乱じゃない？火星植民地はネオ国連政府の管轄ギリギリだし、みんなのびのび過ごしてるのよね。任務に影響がなければいいんだが。民間人を巻き込む羽目になるのは勘弁してほしいな。現地民の避難情報はまだ入ってきていないな。
ある程度は注意を払った方が良さそうだ。了解。ま、この程度なら楽勝っしょ。さっさと終わらせちゃおうぜ。依頼内容に比べて報酬が妙に高いな。何か裏がありそうだ。輸送機の準備はもうできてる。すぐ出発するぞ。気をつけていってらっしゃい。母艦で待ってるわ。はいはい、任せとけって。本機は間もなく112番坑道の上空に到着します。砂嵐が接近中だが計画変更なしだ。作戦通り進めるぞ。ブリッジからタレサーへ。 02T は降下シークエンスに移行します。目標地点に到着。タッチオープン。タレサ、サンダーボルト。当機は砂嵐の影響しない範囲まで退避します。報告にあったように小規模な銃撃戦が確認されている。エドガー、二手に分かれよう。了解。このクズの甲府ども、無駄に抵抗しやがって。全員始末しちまいな。やめろ。こいつ、どこのメカだ。クソ、友軍じゃない。撃て撃て。テロリスト、重武装してるとなると厄介だな。こっちは行き止まりだぜ。お前らかかれ。そこのあんた、俺の後ろに隠れろ。アンテナのあんちゃん、今だ。知らんが、仲間の仇を討ってくれ。おい、何のためにおめえら傭兵を雇ってると思ってやがる。さっさとあいつをやっちまえ。うるせえ。てめえに刺す際の覚えはねえ。へい、貴様の相手はこの俺だ。敵の二脚機と遭遇した。エドガー、こいつらただのテロリストじゃないぞ。こっちもだ。気をつけろ。
こいつは。エドが居住区域に到着した。周囲は瓦礫の山、しかもそこら中血痕だらけだ。それもテロリストの仕業。 A の安否が心配だ。早く探し出すぞ。分かった、急ごうぜ。ハッチが開いている。奇襲か。何？光学センサーが再起動を。こいつ、今までの連中とは違う。つまんねえ仕事だと思ってたら面白そうな奴がいるじゃねえか。だが、お前にとっちゃ悪夢かもな。死ぬ準備できてっか。援護防御間に合ったな。エドは無駄だ。うわ、覚悟はできてっか。ボルエス、何を遊んでいる。とっとと捕虜を連行しろ。わかったよ。お前いい腕してんな。だがお前らはここから出られねえ。じゃあ俺は仕事があるんで、せいぜい野犬の餌にでもなるんだな。ヒヤヒヤしたぜ。助かったよ、エドガー。また一個貸しが増えたな。それにしてもさっきの赤いやつマジで。ああ、旧式のメカであんな挙動をこなすとは。それにずっと外部スピーカーで喋りっぱ、スーパー系かっての。スーパー何？ああ、いや、なんでもないって気にすんな。あの赤髪のパイロット、生身でメカとやり合うなんて一体何者なんだ。身の程知らずどもが。やっちまいな。ここは俺に任せろ。タレサーは早く行動へ。何なんだよこいつら。
ただのボートじゃねえか。生存者なんていんのかね。メカを何としても食い止めるんだ。
目標の行動入り口を発見した。あ、ロックされている。何らかの認証が必要みたいだな。図面を確認した。付近にもう一つ大きめの行動があるようだ。そこを渡ってみろ。うろちょろしてんじゃねえぞ、オラ。ここいらは俺らの島なんだよ。君の寝底をピッカピカさらしやがって、連合のエリート様が。その未確機はハリボテか。気に食わねえな。この喧嘩仕様の銃器はお前と違ってバテじゃねえ。社長の暴力ってやつを教えてやるよ。仕切っているのはお前か。そこのロックの解除方法を吐け。カードキーがある。渡すから見逃してくれ。起動中の端末があるな。アクセスしてみろ。 A やテロリスト連中の情報が得られるかもしれん。
イロットスーツ着てねえの？次はタンクトップで宇宙遊泳とか？データが膨大すぎるな。探すには時間がかかりそうだ。コピーして持ち帰れ。分析は戻ってからじっくりやればいい。見つけていないぞ。このデータが役に立てばいいんだから。